行くぞ。頼んだからね。フラミオちゃん、これでどうですか、リーファ。行くよ。行きます。次によろしくね。ラスト、レディー。見てください、向こうに部屋があります。どうやら一番奥まで来たみたいだな。ここがプレミアのクエストに関連するダンジョンなのは間違いないだろう。けどボスが出てきたりトラップを解除、そういうダンジョンなのかもしれないけど、どうも曰く、例えるならすでに攻略。どうかしました？なあ、いや、なんでもないよ。勝手に進行した今回のクエストだけど、その内容自体は、であれば、ここで手に入る5つ目の成績を取りさえしなきゃ。ない？探しますか？手に入れるつもりはないけど、そもそもないというのも気になる。よし。やっぱりどこにもないの。ほこりまみれに。頑張ったな、プレミア。ですが、こちらも見つけること。そうか。こんなに探しても見つからないなら、もともとここでは成績が手に入ら、あとはどこを探しますか？いや、もうこの辺でやめておく。それにしても、プレミアは随分と成長したな。進んでみんなと協力するようになったし、積極的に話しかけてくれるようになった。仕草も女の子らしくなったような気がするしな。どうした？顔が赤いぞ。知りません。なんか怒っていらっしゃ、さあ町に戻ろうか。やあヒーロー。どうした、地面を這いずり回って探し物か。ジェネシス、そういやこんなもん拾ったんだよ、この石ころをさ。それは間違いない、あれは成績だ。いや待て、先回りも何も、なんでジェネシスがここにいる。ここはプレミアのクエストを進めているプレイヤーしか入ることができない。おいおい、何、あれか、なんで俺がここにいるか分かってねえんだろう。隠しボスを発見したヒーロー様がこんな単純なことも分からねえのかよ。ならガキでも分かるように教えてやる。そんな、プレミアが。やっぱり気づいてなかったのかよ、おい。こいつらが二人の女神ってやつだ。同じクエストのモブなんだよ。二人の女神？おい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 、まだ理解できてねえのか？俺たちで協力し合ってこいつらのクエストをクリアしようぜ。そんな、待ってくれ。このクエストはクリアするわけにはいかないんだ。そりゃひょっとしてクリアすると世界が崩壊するからか。まさかあの場所にいたのか。コンソールを操作し、アインクラッドが創生されて世界が崩壊しちまうんだよな。楽しいじゃねえか、自分で進めたクエストによってそんなことが起きるなんてよ。どうなるか分かっている上でクリアしようとしているのか。
嫌なら力ずくで止めてみろよ、ヒーロー。おい、行くぞ。はい、マスター。キリト、世界の崩壊とは何のことですか？それが起きたら、私たちはもう一緒にいられない。プレミア。もう一人の女神が、ジェネシスと一緒にいる。しかも、プレミアちゃんにそっくりだなんて。本来のプレミアのクエスト。グラウンドクエストに出てくる二人の女神という。なるほど、そっくりなはずね。そういやよ、俺たちで飯を食いに行った時、プレミアちゃんの様子が、あの時の子って実はそっくりな子の方だったんじゃねえか。だとしたら、いろいろと納得がいくな。間違いないだろうな。雰囲気もプレミアとまるで違ってた。ジェネシスはもう一人の子を連れ回してプレミアのクエストを終わらせようとしているのよね。そんなことになったらこの世界は崩壊してしまうのに。そうなることがジェネシスの目的なんだ。なんで単純に思う。まったく、よりによって一番面倒なやつにクエストを横取りされたもの。一つ疑問なんですけど、人の進めているクエストを別の人。もちろん通常は無理です。普通プレイヤーがクエストを受けると、クエスト NPC は雇い主であるプレイヤーの相手。そうすることで自分の雇い主以外のプレイヤーがクエストを進めようと。ですがプレミアさんの場合、開発中ということから、そしてプレミアさんに似たもう一人の方も。開発中はいろんな人がテストをするからな。そういう設定にしておいた方が何かと都合が良かったんだろう。これからどうする？放っておいたらジェネシスにクエストをクリアされちゃうよね。それだけは何としても阻止しないと。たと、うん。ねえ、こ、いや、聞かれたんだけどうまく答えられなかったんだ。でも彼女はすでに、世界の崩壊が起きれば俺たちと会えなくなることは完全。そっか、まだこの世界で過ごした時間は短いけど、失うこと絶対に守りましょう、この世界を。ああ、ジェネシスの好きにはさせない。あいつの状況を把握しておくためにも、プレミアのクエストの情報は続けて集めていこう。この戦いは運営じゃなく、プレイヤーである俺たちで決着させるんだ。この世界では全ての NPC が AI 化されている。つまり彼女は自分の意思でジェネシスと行動を共にしていること。彼女にとってそれが最良の選択なのか。
怒っていますか？いや、難しい顔をしていました。その顔を見ると私は心配になります。つまり元気出してください。ああ、そうだな、ごめん。ちょ、プレミア、どうした？こうしてぴったりしてあげると、あなたは以前元気になったという話をアスナから聞きました。アスナさん、何を教えているんですか？ふーん、二人でデート中？アスナさんに言っちゃおうかな。違うって、これはむしろアスナのせいというか、なんというか。元気になりましたか？なった、元気になったから。では、ところでシノニー、リファ、二人は強引に話を変えたわね。まあいいけど、プレミアの次のクエストを探しに行ってきたのよ。ジェネシスに先を越されないためにも情報は集めておかないとね。そうだな、あいつを。それで？へへん、バッチ。とある野営地に成績らしきものがあるっていう話が出てきたの。といってもこれ以上はプレミアについてきてもらう必要があるから、情報はここ。そうか、じゃあ。だったら私たちが案内するわ。いいのか、戻ってきたばっかりなのに。大丈夫だよ、そのために急いだんだから。それにプレミアちゃんと二人きりにするとい。おい、だじゃあ行きましょう。ここか、ビンゴね。私たちが来た時はただの空き地だったのに。インスタンスマップ。でも県外なんだね、ここ。他にも県外村とかあるし、そうした場所は珍しくないよ。へえ、それじゃあ早速聞き込みをしてみましょうか。すいません、成績に。よそ者であるあなたが一族の守りである聖なる石にいかようか。その聖なる石っていうのは、これ。それはまさしく聖なる石。おお、我らの聖なる石が輝いて。もしや私ですか？あなた様は言い伝えに登場する女神様では。キリト、私は女神ですか？じゃあ女神です。女神や伝承といったクエストの情緒が。おお、やはりそうでしたか。我々の住む村は数ヶ月前に魔物に襲われました。しかし一族に伝わる言い伝えを信じ、こうして逃げ延びてきたのです。大地が魔物で覆い尽くされる時、必ずや魔物に立ち向かう者。その時は村の守り神である聖なる石を託しなさいと。この辺の話は元々のプレミアのクエストなのかしら？おそらくな。今の話と大地切断との関係。あくまで必要な部分だけ改変したんだね、崩壊シミュレーションモジュール。いや、ん、確か言い伝えにある女神様は双子のはず。もし本当に女神様であれば、もう一方もお連れください。だそうです。なるほど。なんか急に話が切られたわね。本来なら二人の女神が揃っている状況で話しかけるはずのイベントなんだろうな。でも女神が二人必要だっていうイベント条件はこちらとしてはありがたいね。確かに、これならジェネシスも成績を手にすることはできないからな。けど。けど？安心ばかりしていられないわ。あいつは強引に二人の女神を揃える可能性があるもの。それってプレミアちゃんを無理やり連れていく可能性があるってこと？ああ、だから絶対にプレミアを守らないと。ひとまず女神一人だけじゃイベントが進まないのは分かった。一旦街に帰ろう。ジェネシスがどう出るか冷静に。